富士沢市辻道新町4丁目に位置する大型ショッピングセンターである。2003年3月20日に日本電池富士沢工場跡地で開業し、敷地内に工場に関するモニュメントがある。近隣生活圏に対応するショッピングセンターで食品スーパー、カジュアル医療、生活雑貨関連テナントなどで構成し、1400台収容の駐輪場を 店舗の前面に配置する。藤沢駅と辻堂駅の中間点に位置し、2006年6月1日に開業したママックス、湘南藤沢ショッピングセンターが北に隣接している。西はソニー湘南テクノロジーセンター、神奈川中央交通東藤沢営業所、南側は東海道線、東側は引き地側がそれぞれ位置する。 ロイヤルホームセンターの一部を除いて、全店舗が屋内にあり、店舗以外の床はマットが敷かれている。駐車場を含む3階建てで、大規模なフードコートが1、2階にある。館内は、プラズマディスプレイのデジタルサイネージが14台、店舗案内のタッチパネルが2台、それぞれ設置され、設置物は、事故防止のためクッション素材で被覆している。 イベントのライブなどで有名人が訪れたり、バラエティ番組の撮影で使われることもある。ゴンザレス一家なるマスコットがいる。一回二回。ありがとうございます。